1999年から毎年8月上旬に10日間、奈良市内で開催される、ろうそくを使用したイベントである。竹籠も飾られる明かり花とは、通し身の先に形成される花の形をしたろうの、塊のことで、仏教において、これを縁起の良いものとすることに由来して、明かり花会と命名されている。期間中は、 世界遺産に囲まれた奈良公園一面にろうそくを並べ、幻想的かつ神秘的な雰囲気が演出され、奈良における夏の風物詩として定着した。当初のろうそく使用本数は1日あたり約1万本だったが、年々増加し、2007年には約2万本を使用。開催エリアは下記であるが、奈良市内の各自治会や商店街がこの期間独自で、 明かり花会を開催することがあり、2007年は計20カ所に及ぶこととなった。1999年の第一回目以降来場者は年々増え、近年は毎回90万人の来客を数える夏の大イベントに成長している。当初のろうそくは通常のパラフィンを使用した一般的に市販されている材質のものによるフローティングキャンドルであったが2003年頃に 自然環境に優しいパーム油脂を使用し、万が一鹿が口にしても安全な天然由来素材を使用したものに変更した。この天然由来のろうそくは、すすがほとんど出ないため、結果的にろうそくを受けるカップの清掃作業回数も削減された。また、ろうそくの形状もわかり花会のロゴをモチーフにしたものとなった。2005年からはカラーカップも使用し、 色によるデザイン化も図っている。NPO 法人なら、明かり花会の会が主体となって運営されている。全員がボランティアで構成されており、NPO 法人なら、明かり花会の会会員は約250人程度、ユニフォームは赤い T シャツ。1年を通じてなら、明かり花会の企画運営に携わっている。他に、会期中のカップ並べ、点灯。 ご片付けなどを行う、明かり人サポーターは1日あたり300人程度を上限として、毎年6月より募集される。会員、明かり人サポーター合わせて1日あたり約400人、延べ4000人程度のボランティアでなら、明かり花会は運営されている。奈良国立博物建前会場なら、明かり花会春日の園地会場会場東側から、東大寺、生駒山方向を望む。 ありがとうございます。